こんにちは、お届けするのは原因と結果の法則、非常に有名な本ですね。ジェームズ・アレンさんの一冊ということになるんですけれども、全ての自己啓発書の元祖というようなそのような本になっています。そしてこれがもうこのタイトルが全てを表しているんですけれども、全ての結果には原因があるということになります。ですので今の現状に、不満があったりとか変えたいことがあるのであれば、その目の前に現れることを変えようとしてもダメだよと。やはりその原因になったところ、要は自分の在り方ですね、自分の在り方というものを変えなくてはこの結果というものは変わらない。改めてこの本を読むことによって、そういう自分の、何が今の現状を作っているのか、そういうヒントになるのではないかなと思いますので、ぜひ非常に読みやすくてためになる本だと思いますので、ぜひ皆さんも読んでみてください。以上です。